さん、どうか落ち着いて。修理の方々じゃないですね。失礼。おう、修理よりはぶっ壊すのが得意だな。こんな時です、そういう冗談は感心しませんな。で、何かあった？パイプから魔鋼が漏れているようです。何でも屋さんに応急処置を依頼したのですが、逃げてしまったようで。何でも屋？ええ、可愛らしい感じの娘さんで、腕前はミトガルで評判なのだとか。すっかり信じてしまったのですが。もしやお知り合いで、でしたらこれも光栄です。修理をお願いできませんか？いわゆる魔鋼パイプですな。ミトガルからパイプを引き、魔鋼を送ってもらっているのですが、そのパイプが不調で魔鋼タンクに蓄えがあるものの、どれぐらい持つか。徐々に減っていく魔鋼をビクビクしながら確認する。そりゃ大変だ。でもよ、いっそ魔鋼なしで生活すりゃいいじゃん。また登場。町の設備保守担当はモンスターにも進化本社に応援を要請したのですが、今は待ってはいるのですが。おお、助かります。申し遅れましたが、私町長のフラットベレージと言います。では町の外にある工房へ向かってください。何でも屋さんが放り出した仕事の引き継ぎ。皆さん、どうか落ち着いて。先輩なら他にいたとしても、スラムで有名ったらお前じゃねえ。スラムはあんたの方が詳しいだろ。何でもやねえ、やっぱりお前しか知らねえな。他のやったらもうちょっと気の利いた看板あげるだろうしよ。
ちゃんと修理できんだろうな。なんだ？チャンス！そこだ！ロケット！チャン！決める！やっ！作戦を変える。ザマーにやがれ。あちこちだ。残さず喰らえよ。期待するぜ。いいところ見せなきゃ。はい。どう？やっ、離れて。漏れた魔法の影響だろう。報告に戻ろう。部品はこの先のパイプのスクラップ置き場にあるから探してみて。そんじゃあとは頼んだ。バイバイ。戦争が始まったよ、サイクン。皆さん、頑丈に修理していただいたみたいで誠にありがとうございます。おかげさまで魔法はジャブジャブとタンクに流れ始めました。前より勢いが良くなった気がします。ではこちらが報酬です。お納めください。モンスター注意報。